ケゴンアカバナはアカバナかバナ族の多年層。別名、シコタンアカバナという。茎は細く直立して、高さは20から50センチメートルになり、石管に2列の短い白い服毛が密生する。両線がある他は、毛はない。葉は、下部では耐性し、上部では固性する。葉心は薄く、長楕円型から楕円型で、 長さ1.5から7センチメートル、幅0.5から2.5ミリメートル、先端は鋭形かやや鈍形、円には鋭い挙子があり毛が生え、木部は短い傭兵となる。葉の表面の葉脈状に毛が生える。花期は7から8月。花は茎上部の葉域から耕生する。花の木部に細長くつく花柄状のものは、後に果実になる脂肪で、牡蠣は、 毛と専毛がつくが果実機には無毛となる。額は緑色で、額列辺は4個あり、列辺は長さ3.5から6ミリメートルになる。花は淡紅色から白黄色、花弁は4個あり、東蘭型で長さ4.5から8ミリメートルになり、先端がにあさ裂する。湯水は8個あり、そのうち4個が長い。ずいの中等は球状になる。 果実は4両形の細長い果てで直立し、長さ1.5から7センチメートルになり、しばしば茎の高さの超え、熟すると先端から劣開する。花幣は長さ0.3から1 3センチメートルになる。種子は長さ0.8から1ミリメートルの線状楕円型で、細かい乳頭状突起があり、お白色の看毛状の長い毛がつき、風によって飛ばされる。日本では、 南千島、北海道、本州、四国に分布し、阿光山帯の日当たりの良い乾いた斜面や渓流沿いに生育する。世界では、サハリン、ハバルフスク地方、カムチャツカ半島、千島列島、沿海地方、アムール、朝鮮半島、中国大陸、台湾、ヒマラヤに分布する。和名のケゴン赤花は、ケゴン赤花のいで、 日光のケゴンだキ付近で採集されたもので記載されたことがあることによる。種照明のアムレンセはアムール地方のの意味。本種を分類上の基本種とする亜種に岩赤花があり、全体にケゴン赤花に似るが、茎の高さが25から100センチメートルと全体に大きく上部で多くの枝を分ける。日本では南千島、北海道、本州、四国、 九州に分布し、山間の渓流像ややや乾いた斜面に生育する。ありがとうございます。